後まだ勝ち星のないアビスパ福岡、ホームに浦和レッズを迎えての対戦です。チケットは昨日までに全て売り切れました。満員の博多の森球技場、気温は19度4分ですが、サポーターたちの応援はもうすでにヒートアップしています。この試合の解説は反町康晴さん、実況杉澤亮、両チームの情報やインタビューは早瀬アナウンサーがお伝えします。反町さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここまでの福岡の戦績です。5年ぶりの J1 ですが、ここまでまだ勝ち星がありません。4分け2敗、なかなかベストメンバーが揃わない状況で苦しんでいるアビスパです。この試合欠場選手ご覧の通りになっています。ストライカーのブラウシオ、そして中盤のヌノベが怪我、怪我の選手が5人、それに加えてこれまで非常に攻撃の起点になっていました左サイドバックスのアレックスも前節でイエローカード2枚、この試合出場することができません。そんな中でのアビスパのスターティングイレブンです。センターバックの千代丹田がイエローカード3枚で、この試合1枚出ますと次の試合出場することができません。今日は怪我人が多い中、松田監督は若い林、 J1 初先発の林のワントップを選択しました。トップ下には工藤、これまでフォワードを務めていた薮田と田中が中盤の高い位置を務めます。ボランチの上後は2年目国見高校出身、センターバックに入った長野も福岡大学出身の2年目の選手です。選手たちが今博多のトップのピッチに入ってきました。アビスパのリザーブのメンバーです。今日はセンターバックの金子、ベンチからのスタートです。フォワード有光が入っています。対する浦和のここまでの戦績です。こちらは逆に負けがありません。ただし前節は名古屋とスコアレスドロー、崩してはいるものの最後の得点まで結びつけることができませんでした。浦和にも怪我人がいます。田中達也、長井ねね、しかしその選手たちを上回る活躍をする選手たちを補強しています今年のレッズです。さあ、それではその浦和のスターティングイレブンです。開幕試合から全く変わらない11人、ゴールキーパー続き、ディフェンス3バック、右から堀之内トゥーリオ、坪井、ダブルボランチに鈴木と長谷部、中盤の前目は右に山田、左にサントス、その前に小野とポンテがいまして、トップに張るのがワシントンです。浦和はリザーブにも日本代表を経験したような選手たちがずらっと名前を並べています。ここまで負けのない浦和、その浦和レッズに4年半ぶりにこの小野伸二が帰ってきました。反町さん、はい、小野が帰ってきてまた楽しみなプレーが見られそうですね。そうですね、能力の高い選手の中で特に小野は周りをうまく使える選手ですから、そういう意味では非常に、チームにおける加担度というんですかね、はい、そういうものはあると思いますよ。今日はこのキープレイヤー小野にカメラを一つつけまして、小野専用カメラとして追っていきます。随時試合の中でいいプレーがありましたらご覧いただきたいと思っています。今日主審は松尾、副審がアジキ、犬飼、第4の審判は小川です。アビスパ福岡と浦和レッズの試合、反町さん、どんな試合展開を予想されますか？そうですね、簡単に言いますと攻める浦和、そして守る福岡というこうした図式、これ戦前のみんな考えていることなんですけども、そうした展開には正直になると思いますね。そんな中で注目されているポイントは？そうですね、やはり福岡がしっかりと守って早い時間帯で失点しないことだと思いますね。まず福岡の方は、浦和の方はやはり主導権を握ると思いますので、そうした中で、前節ありましたように攻めても最終的なところで点が取れないと非常に厳しい結果が待っているというような考え方あると思いますね。非常に得点力のあるワシントン、はい、そして攻撃力のあるポンテ、小野、この3人が前の名古屋戦でも非常に活躍はしたんですが、最後のところを決めきれなかった、はい、勝ちにつながりませんでした、はい、
逆に福岡はその名古屋戦を参考にしたいと松田監督も試合前に話しています。さあ浦和のキックオフでまもなく前半が始まります。今前半のキックオフです。赤いユニフォーム右から左に浦和レッズ、青いユニフォームはアビスパ福岡。今日ワントップに入った林へハンドがありました。この林も5年目の選手です。福岡林が追っていきます。サイドを使ってポンテ、オポンテがワンタッチで前に抜ける。中村北斗が対応します。いきなりコーナーキックです。浦和あります。そうですね、まあ、福岡も非常に大きい選手揃えているんですけども、ワシントン、トゥーリオ、またそれに伴って入ってくる、ボール入ってくる、このうちこの辺でしょうね。ワシントン返す、ゴールキーパー水谷キャッチします。ワシントンに合わせてきました。そのワシントンの後ですよね。そうですね、はい、非常に内立て、トゥーリオ、それから山田といったところが詰めてきます。まず立ち上がりに1つコーナーキック、浦和レッズ。こうやって見ますとかなり福岡はディフェンスラインを高くしているように見えます。今ボールに触ったのが国見高校出身の2年目のジョーゴ、ボランチの選手、この選手です。小野にボールが入る。小野からポンテ、小野へポンテ、ワシントンが寄ってくる。ジョーゴが止めます。この辺りの位置でのファウルも嫌なところじゃないですか。そうですね、まあ、中盤で当然福岡の方はプレッシャー強くしていきたいんですけども、やはりそういう局面もワンツーですけども、そうした中をうまくかいくぐっていく力裏側にはありますから。今はこのとポンテのコンビネーションで抜いていきました。そしてこの位置に今ボールに4人の選手が行っていますが、ワシントンも加わって5人、トゥーリオもいます、6人います。さあ誰が蹴ってくるのか。右足で言いますとポンテ、左足アレックス、ここに小野はいません。ボールのところにたくさん選手が集まってますけども、はい、もうこの選手みんな蹴れるわけですよね、直接、はい、なんか仕掛けてくるでしょうね。ワシントンも今その輪から抜けました、はい、壁の裏あたりを狙ってくるんじゃないですかね。小野が手を挙げている。ポンテがいじった、ワシントンの足に当たって、おお、回って、どうだ。いや、その前にファールがありました、ファールがありました。いやー、ワシントンが壁の裏に抜けて左足でちょいと合わせるようなで。そうですね、まあ合わせたっていうよりもこれはぶつかったというような形になったんですけども、ね、まあ、キーパーにとってはちょっと嫌なバウンドになったので、はい、弾いてしまいましたね。ここは水谷が抑えました。浦和のエンドで福岡はボールを回します。岩渕競ります。その空いたスペースに宮本上がっていきます。左サイドバック、裏ボールのスローイン、裏番が小野、ポンテのプレーで一つ大きなチャンスを作りました。左にサントス、大きく小野は左に開いています。4枚のディフェンスの福岡、まあ4バックで中盤の選手4人置いている、まあ、プラス工藤ですね、置いているんですけども、はい、そのサントスと山田に対して誰が最初抑えるかということが一つのキーポイントになると思うんですけども、両サイド、はい、まあ、かなりその両サイドの田中と矢蓋が両サイドを意識していることは間違いないですね。今左サイドにボールが回ってきます。ここで今チャレンジに行っているのは抜かれている、サントスが上がってくる、ワシントンが詰めてくる、おっと、リサイキャッチ、精度の高いクロスボール、そして189センチのワシントンが入ってきます。ワシントンの高さというのは大きな武器ですね。そうですね、やはりサイドからクロスを上げるときには必ずワシントンは抑えないといけないですよね、福岡の方。田中です。ホベルト、中盤でゲームを作るプレイヤー、右のサイドバックの中村から
長野へ、そして左のサイバートバックの宮本です。前が動き出す林、トゥーリオの対応、トゥーリオの強さです。レッツが取る、小野へ、前が動き出す、サントスを使う、ポンテが寄ってくる、中村が対応する、ファールはない、ファールありません。中村いいディフェンスでしたね。レッツのゴール裏からは大きなブーイングです。今日はチケットがすでに昨日の時点で売り切れています。博多の森、ゴベルトへ、このプレイヤーが大きな前線へのパスを送ってきます。中村北斗、右のサイドバック、田中へ、サントスが対応します。攻撃に行った時にこの田中に対してサントスが対応してくる、はい、中がこう空くからそこを使いたいという話を増田監督はそうですね、まあ、田中のところにサントスがつくということは中村北斗のボールの持ち出しができるわけですから、はい、そこから一つの起点となってトップにいるというのも方法ですよね。林に向けてコンテです。コンテに収まってこのが長谷部です。長谷部、左のサントスへ、小野が前を指さす、その構成とボールは入ってきません。少し大きくなりましたサントスです。小野が少し引き気味に来て前に出ていくような動きがいくつか見られました。小野の場合は一回中盤でボールを触ってリズムを作りたいタイプなので、はい、やはりボランチのところまで降りてくることがしょっちゅうありますよね。で大事なのはそこで触ってから次の動きだと思うんですよね。先ほどはポンテとワンツーをするような動きを見せました、はい、やはり相手にとって嫌な存在になるためにはペナルティに入っていく、または決定的な仕事をする、点を取る、やはりそういうところを求められますから、まあ、小野も当然そういうところは意識していると思うんですよ、まあ、本人も前節名古屋戦であの決定的なシュートシーンを外した、はい、ということもありまして、もう少しその攻撃的なところで仕事をしたいというような話をしています。福岡がディフェンスラインを上げてきています。あ、ここを通してくれ、ポンテの個人技、サントスへは通りませんでした。まあ、今3人に囲まれていたポンテですが、そうですね、まあ、今ポンテがいい形でボールもらったんですけども、コントロールをミスすると当然今のサッカーでは囲んできますね。特にゾーンディフェンスのチームはそうしたところを逃してはいけないと思います。福岡はオーバック、そしてその前に中盤に4人いるゾーンのディフェンス、ファールスローになりました。さあ福岡ボールのスローインに変わります。失礼、浦和ボールのスローイン、ワシントンへ、小野が前に行く、ワシントン前向く、シュート行く、高さだけではありません、もちろんこの足元の正確さ、はい、そうですね。で今ワシントンのところに3人行ってますけども、はい、で今そのシュートに対して小野がそのワシントン飛び越していきましたけども、こういう動きですよね。今シュート打ちましたけども、ここでもう一つボールもらえてペナルティエリア入っていく、こうした動きをやはり彼は必要だと思いますし、またチームとしても求めているんじゃないかと思いますね。今もその福岡のディフェンスが少し小野の動きに引っ張られるような形もありましたよね。矢蓋、矢蓋に対して激しいプレッシャー、前向く、工藤だ、出せない、中村北斗が上がってくる、ゴール前に4人の選手がいる、正確なクロスがある、中村ニアサイドを使おうとした、小野のディフェンスです。先ほど触れたように田中に対してサントスがつくということは、はい、どうしても前線の選手が中村を抑えなきゃいけませんから、今みたいに小野は当然ファーストディフェンスとしてここでプレッシャーかける必要はあると思いますね。坪井が行きかけましたが、小野が戻ってきました。ワシントン、スッケーター、右サイドに山田が上がる、山田を使う、ゴール前にもうワシントン上がってきている、ファーサイドにポンテがいる、山田が小野を使う、おっと小野はトラップで、あーっと、今も小野らしいプレーでしたね。そうですね、まず素晴らしいのはこのワンタッチコントロールですよね。最初のもうコントロールで主導権を握っている。さあコーナーキックが始まっています。サントスが上げてくれ、近いサイド、いやトゥーリオのシュート、うん、2人の選手が交錯してしまいました。
ました。サントス上がってきます。さあ、トゥーリョがまだ残っています。流れの中で残っています。ファーサイド、さあカウンターだ。福岡カウンター、前は田中裕介、ね、スピードのある選手、前に行く、スポート、スピードのある2人の対決、フォローがない、そっとインサイドを使う、破った、あっと設計が戻ってきました。いや、今はもう福岡の狙いがよく出たシーンでしたね。ボールを奪って足の速い中に1本のボール、ただその後少しやはり対応した足の速い坪井、遅くなりました。サントスに対して今日ワントップの林、ディフェンスに行きます。コンテと長野、まあ、ちょっと福岡の方は最初押し込まれて同点した部分があったんですけども、なんかですね、だから今のようなチャンスを作ったことによって少し今チームに落ち着けてきたかなという感じがしますね、はい、鈴木啓太がこの位置でパスをさばいて、小野はもうすでに前線へと上がっていきます。鈴木啓太、長谷部に対するプレッシャー、コベルト、いいですね。工藤を入れたのはこういう意図がありますから、前線でディフェンスをすると。今トップシッターに入った工藤のディフェンスでした。さあゴール前に3人の選手が上がっていく、一旦下げる中で林が欲しがる、うん、林がちょっとトラップをミスした、シュートいく、ちょっと足元でトラップがうまくいきませんでした。しかしこの人の持ち味はこのプレーですよね、はい、まあ、ただその後もですね、やはりシュートまで持ってってますから、はい、これいいことだと思いますね。まあ、逆にトゥーリョの方がちょっと手こずってる、その自分よりも大きい選手ってあんまり今まで対決してないわけですから、はい、この林が非常に上背のあるということで、ちょっと嫌な存在だなって今思ってると思います。松田監督はこの林にハードワークの中で、うん、アートのような爆発を見せてほしいというような表現をしていましたが、なかなかここまで結果が出ていません林です。ポンテ、ワシントン、あーフィールで尾上、うん、ここはいいディフェンス、ディフェンスに行ったのは千代丹田。矢蓋が一旦下げて左サイドバックの宮本へ、そして工藤がこちらのサイドに開いています。オベルトが指示を出してパスを横へ回せというような指示、前線の林を狙います。トゥーリオとの対決、もっとこれは林のファール、押し込まれた時にはこの林を狙うプレー、そして先ほどはサイドを使うプレーがありました福岡です。関澤さん、はい、どうぞ。立ち上がりの松田監督の指示なんですけども、サイドの選手に対しての指示が多いですね。中村北斗、それから田中に対して先ほど見せたようなサイドをもっと使えという指示が多く聞かれています。はい、左サイドバックの選手、あるいはその前の選手、田中は先ほどサイドを使うようなプレーが見えました。福岡ボールです。浦和のポンテにファールがありました。まあ、当然福岡の方はボールを奪ってから田中、矢蓋が、はい、サイドに飛び出して、そこを一つ攻撃得点にしたいという気持ちはありますから、そういうことを、まあ、松田さんが言っていると思いますね。浦和の3バックの横のスペースということですね。オベルト、ワシントンがディフェンスに行きます。一旦下げさせます。田中はオフサイド、ではオフサイドです。オフサイドです。ま、狙いなんですね。そうですね、はい、サイドのスペースにこのスピードのある田中が走り込みます。田中は前節京都戦では1ゴールを挙げています。 J1 初ゴールを挙げています。一番ディフェンスラインからのビルドアップ、トゥーリオ、今堀之内が少し上がったポジションにいます。その堀之内、小野が追います。コベルト、長谷部、長谷部が右を使う、ポンテ入ってくる、中にワシントン、小野も上がる、小野がと直接シュートいった。イメージとしてはどうだったんでしょうか今のプレー。そのまま、まあ、遠目からシュート打ったんですけども、ワシントンが流れてたので、はい、ラストパス出せる選手がいなかったんですよね。今はポンテと小野、そしてワシントン、
まあ、ただこの前の3人ですね、非常にイメージの共有ができてますので、誰かが走ったところにそのスペースに入る、そうした動きは非常にこうお互いに分かってますので、福岡はかなりこれ高い位置からディフェンスに行ってますね。そしてラインもかなり高く維持しています福岡です。まあ、前節の名古屋はかなり引いた状態で、はい、その相手浦和の攻撃を受け止めるというような形でした。まあ、先ほども紹介したようにあんまりその引きすぎてゴール前まで持っていかれますとやはり選手の質が高いですから、はい、個人の力もありますからやはりそれを避けたいというのは当然だと思うんですよ。当然時間帯によってはまた得点の経過によってはそういうことも考えられますけども今の状態ではやる必要ないと思いますね。高い位置で奪ってこうやって早く前に持っていく福岡、シュートいった、工藤のシュートです。今は矢蓋が中に入ってきて前線に4人が並ぶような姿を見せました福岡。ボールを奪ってからの展開は非常に早い福岡です。そしてこの工藤のシュート、まあ、思いのほかって言い方ちょっと失礼かもしれませんけどもここまで非常に福岡いい状態だと思いますね。はい、松田監督は怪我人が多い中で出られる選手を選んでいったらこういうフォーメーションになったんだという言い方をした後で、ただ相手のその浦和の3バックに対してはワントップというのは効くと思うんですよね。そうですね、という言葉を付け加えたんですが、はい、どうしても2トップを置いてしまうとその中盤の構成が難しいもんですから中盤でやはりボールを優位に進める収めることができるというのは浦和ですから、はい、やはりそこでドースを作りたいと。なるほど、激しいディフェンス、チオタンダにイエローカード、これでチオタンダは4枚目のイエローカードということになりまして次の試合出場することができません。かなり激しくいきましたチオタンダ。このチオタンダが次の試合出ることができません。さあそしてフリーキック、今節イエローカードは4枚で次の試合出場することができなくなります。山田が中に入ってきた、その山田を狙ったボール、鈴木啓太、すごいポンテがこの位置、速いディフェンスの田中、田中がいてサントス前に行かせない、ロベルトの対応です。田中が今激しいプレッシャーに行きました。先ほどの千代田区のプレーです。東福岡高校出身、高校時代は三冠をし、そしてその翌年には選手権を連覇した非常に注目された選手でした。福岡一筋、この5年ぶり J1 に復帰した福岡で初めての J1 のプレーということになります千代田区。ロベルト速いアーチ、中村北斗サイドを使う、全体の意識がスペースにこう向いているというのがよく分かりましたね。そうですね、あとは、まあ、福岡の方はダブルブランチがあまり上がらずにですね、はい、しっかりと真ん中を抑えてますのでやはりこの本ってここら辺がなかなか思い通りに前向いて仕事できる時間帯ではないですよね。はい、今 J1 の昨日の試合の結果をご覧いただいています。そして最後は今日の試合の結果、今日清水と大分は清水が4対1で勝っています。昨日7試合、今日2試合、そのうちの1試合が終わりました。これが J1 第7節の最後のゲームということになります。そして J2 も昨日全ての試合が行われました。横浜 FC の2点はジョーとカズという2点です。博多の森で行われています福岡と浦和の第7節。ロベルト、このパスは通りませんでした。中村北斗、そして今日ボランチに入っているロベルト、3人で国分囲んで田中がスペースを使おうという動き、長谷部が対応します。今中村北斗でした。国見高校出身の中村、ワールドユースにも出場しました。
林、中村北斗、左のサイドバックの宮本、山田が粘る、粘って工藤へ、長谷部のいい対応。いや、長谷部がいろんなポジションでこの相手の動きの前を止めています。そうですね、まあ長谷部はもうこのチームの中では心臓部になると思いますね、はい。そして今ボールを触っている鈴木、この2人がボランチ中盤の底で非常に効いています。長谷部のいいところどんなところですか。まあ、やはりディフェンスでもハードワーカー、しっかりと汗をかくようになれたということですね、はい。それと攻撃の時にはもちろんパスのセンスもあるんですけども、自分で、ボールを運んでチャンスを作ることができる、そしてフィニッシュもできると、中盤の選手に求められるその資質というものをかなり僕は持っていると思いますね、日本代表にも選ばれました長谷部です。さあその合間を抜く薮田、宮本が上がっているスペースに走り込む工藤、工藤がこうスッとディフェンスとディフェンスの間に入ってきました。そうですね、まあ、それと攻撃の時に薮田と田中が開いているというよりも中に入ってくるものですから、はい、非常にその中盤のボランチを含めてサントス、山田、この選手が躊躇しているんですよね。でそうした隙間のところにボールを通されて、今のところうまくチャンスを作れているというのが福岡ですね、はい。薮田へ通りません。この薮田が中に入ってくることによって、あちらサイドの例えば山田などが中にこう、はい、引っ張り込まれるような形になっています、まあ、そのままついていくのか、それともボランチに受け渡すのか、または最終ラインにこう受け渡すのかっていうのがちょっと、思いのほかうまくいってないと思うんですよね。でそうした部分でちょっと守備において不安定さが今浦和の方はあるかなと感じますよ、はい。浦和の前半20分が回りました。あっとチャンスになる、田中、林が倒れる、田中が1人で行くが3人に囲まれている、中村へ前で林が手を挙げた、林が中には入ってこない、ホベルト、トゥーリオ、まだ福岡ボール、宮本が今度は上がります。この時間帯は福岡がかなりその浦和の陣内で攻撃をする時間が増えています。長野、右を使って中村北斗、2人の選手がボールをもらいに来る、今度は裏へ行く、工藤が行く、工藤が行って工藤の背中に当たりました、うん。今もトゥーリオとツボイ2人がこう工藤に引っ張り出されるような形になっていました。あの辺のこう動きが盛んになると、そこで誰がディフェンスに行くのかということですね。まあ、工藤もともとサイドの選手なんですけども、僕も真ん中見るのは初めてなんですけども、非常にもらい方も含めディフェンスの意識も含めていいと思いますね、はい。今日はその工藤を林ワントップの少し下に置いています福岡です。そして今ボールを追いかけていく薮田が左のアウトサイド、まあ、薮田は神戸ではトップ下などをしていたプレーヤーですし、福岡でもここまではフォワードとして使われていました。久しぶりに浦和が相手陣内での攻撃、ポンテ、ゴール前にワシントン待っている、抑えて小野はシュート、小野の左足のシュートまだあります。長谷部からサントスへ、長谷部がスペースを作ってワシントン、オフサイドフラッグが上がっています。小野がこう大外から巻いてくるように中に入ってきました。ワシントン、去年は東京ヴェルディで33試合22ゴール。このポストプレー。そうですね、いいところをワシントン落としましたよね、優しいボールで。そしてこの後もまた長谷部がこうスペースを作るような動きをして、分厚い攻撃です。福岡ホベルト。中村が高い位置まで上がってきました。早いタイミングで上げてくる。ホベルト、今ホベルトが上がっています。
ジョーがつきます。あーっとこれはヒルでパス、サントスが中へ、右サイド曲がっている、このタイミングで使う、中に2枚いる、ザズワシントンに合わせてきました。今遠いサイドではポンテも待っていました。まあ、今のはドリブルでのカウンターというよりもそのパスをつないでうまく崩した形でしたね。パスが4本つながってコーナーキック、さあコーナーキックです。ボールにはサントス1人だけが行きました。ゴールのニアサイドにワシントン、そして遠いサイドにはトゥーリオ、それから堀之内も上がってきています。一番遠いところで小野、中に堀之内が入っていく、トゥーリオの後ろ小野です。小野がトゥーリオへ2人で挟む、対応する、コーナーキックです。なかなかこの浦和のコーナーキックは一つプレーが終わってもまた次から次へと人が出てきます。こちらサイドはポンテ、早く始める、遠いサイド、ワシントンは足元は山田、ワシントン、水谷がよく触りました。まだあります。サントスのシュートは浮いてしまいました。シュート、イザによくされました。まあ、キーパーも含めて最後のシーンで非常に体を張っているいいディフェンスですね。福岡の方は福岡の場合セットプレーで失点するシーンが序盤多くありましたけれども、そのあたり一昨日の練習などでセットプレーの集中した練習もしたそうです。まあ、大体シーズン通してセットプレーで多く点を取るというチーム、セットプレーの失点が少ないチームというのは順位に来ますから、はい、まあ、一つの目安としてそれを見るのも楽しいですよね。この浦和も非常にそのセットプレーからの得点というのが魅力であるチームですね。力づくで勝負するときもありますし、一つクッションを置いてやるような、サインプレーもありますし、まあ、非常に相手を研究した上でブッフバルト監督はやってくる印象を持ってますね。はい、少し押し込まれていた浦和がこのコーナーキック2本の後パスが回り始めました。トゥーリオからサントス動き出す、スペースに走り込む、ワシントン、ついています。ついていたのは千代田でしょうか。まあ、その前に中村北斗がちょっと、はい、ボールに釣られすぎて離してしまいましたよね。で今のでかなり目が覚めたと思うので同じようなシーンは作らせないとは思いますね。サントスとの対決です。そういう意味ではどうなんですか、試合の序盤はこう田中がサントスを見るようなポジションにサントスがいたと思うんですが、はい、田中かなりボールを奪ってからは高い位置に行くん で、はい、でそれに対して坪井が抑えている状況でサントスはあまり帰ってこさせないような役が残っているんですよね。あ、なるほど。でそうするとその残っている選手に対してどうしても中村が、見ざるを得ないという状態が特に福岡の右サイド、浦和の左サイドではありますね。まあ、そこにポンテが流れ込んできたり、あるいはワシントンが来たりと、そうですね、いう状況ですよね。はい、今ロベルト、ここに2人でプレッシャーをかける、小野が行きます。矢部隊上後2年目の国見高校出身の選手、林、おっとトラップを見せました。トラップが大きくなってしまいました。まあ、今本人首かしげてますけどあんまり神経質になる必要ないです。ハスレから展開します。堀之内上がってきました。小野が近いところに寄ってきましたが、ハスレを使う、ポンテ、ワシントンは止めて、ワシントンは、ワシントンはポンテシュートいく、少し時間がかかりました浦和です。今ワシントンが止めていなければ、うん、ハスレがそのスペースに流れ込んでというようなプレーでした。
まあ、ただよく見ていただければ分かると思うんですけども、このボールを持っている選手に対して非常にブルーの福岡の選手が戻ってディフェンスしてますよね。でそうするとどうしてもそのシュートのコースまたはもう振りかぶることもできない、で横へ逃げてという形になってますね。福岡としてはああいうプレーをさせればいいということですね。そうですね、やはりどうしても前半失点したくないですから、こうした意識というのを、まあ、あと15分ですね、はい、保てるかどうかでしょう。前半は非常に集中した守備、そして、まあ、守っているだけではなくてサイドを使った攻撃を見せている福岡。ああ早いプレッシャーです。これはファールになります。小野、山田、さあで小野が上がる、トゥーリオも上がってきている。小野が入れてくる、ちょっとクリアが中途半端。杉澤さん、はい、どうぞ。福岡ベンチですけども、少しね、取られる位置が悪いなというような感想を漏らすチームスタッフもいます。それから松田監督はミスに関しては必ずテクニカルエアの前まで出てしっかりと選手に対してアドバイスをしていますね。取られる位置が悪いという印象ありますか？先ほど林が臭いもらったシーンで、はいはい、取られたシーンがありましたし、ちょっとやはりボールもらうところが必然的にこう後ろになってきたというのがあるんですよ。でそれとやはりホベルトが非常にボール持てるもんですから、はい、2回3回去ってから展開しようとしているので、そこのところ狙われている部分はありますよね。ポンテが出してそこに感じている選手はいませんでした。まあ、先ほどはそのホベルトがいいポジションにいて、はい、相手のその小野ですとか中盤の選手たちを抑えているというお話でしたが、はい、ディフェンスは全く問題ないと思います、はい、ただ攻撃に入った時にどうしても彼にボール預けるシーンって多くなるんですけども、そこでみんな出してしまって任せるよっていう感じになると厳しいですね。あ、ワシント前向く、うん、この切り替えの林に収まった。ホベルト、中村北斗、もう浦和のディフェンスは戻ってきています。鈴木啓太のディフェンス、今日はトップ下のポジションに入った工藤、そして中盤ボランチの位置のホベルト。上後から林、若いジョーゴ、いいですね。ジョーゴ、工藤がつなぐ、林が中に入ってくる、シュート行った、コーナーキックです。まあ、今ジョーゴ良かったですね、はい、こうした若い選手で大型のボランチが出てくるのは個人的に嬉しいので頑張ってもらいたいですね。堂々とやってると思いますよ。さあコーナーキック、187センチの林、そしてヘディング強い千代丹田も上がっています。19番の長野は185センチ、そうですね、フィールド選手に限るとビスパは5人80以上いますから。入れてくる、ファーサイド、うんと田中残っている、やめた、ファールです。ファールがありました。まあ、それに対してレッズはトゥーリオとワシントンの2人だけですから、いいボールが入ってくればかなりセットプレーでもチャンス作れますよね。そうですね、今は少しちょっとキックの正確さを変えてしまいました。それから今ボールに行った矢蓋も身長はそれほどないんですが、非常にその球際の競り合いといいますか、はい、非常に強い選手ですよね。飛び込んでいく力ありますから、はい、そういう選手もまあ面白い存在になると思いますよ。少しボールを持ちすぎるという話があったホベルト、さあ、ああここに戻ってきました。あっとファールです。工藤のディフェンスです。まあファールになりましたけど、こうした後ろからのディフェンスができないようになってくると浦和のペースになりますね。長谷根、
ノア今一番前で待っています。コンテには通らない。ヤブタ、あっと早い出足は長谷部です。浦和のファールを取りまして福岡ボール。サントスが今足を抱えています。今ボールをコンテが少し持っていたということに対する抗議。前半35分を回りました。あと前半は10分間。この位置で矢蓋がディフェンスをしています。左の攻撃的な位置に入っている矢蓋です。林を狙ってきて、その裏のスペースに田中がいる。田中が行く、シュート行った、まだある、シュート、最後は駆動。その前に一人選手がピッチに倒れています。まあ、林とトゥーリョが競り合ったことですね、はい。でまあ、林非常に背も高いですし、まあ、トゥーリョも大きいですよね、はい。で当然空中戦強いわけなので、こうした次のボール裏に入ってましたよね、田中が、はい。そしてその後フォローも早かったですね、はい、その通りですね。でトゥーリョはかなり今日その前線に上がるシーンがないのを見ても分かりますように、この選手に対してちょっと足が入っていますが、かなり手を焼いているってことが分かりますよね。まあ、林としては役割を果たしている。今日はワントップの林です。浦和はなかなかその自分たちの形になかなかできませんね。そうですね。前半は残り10分なんですが、すみません、はい、これ浦和としてはですね、はい、得点を取りに行くために少しこう考え方を変えたりとか、あるいはやり方を変えたりということはありますか。そういう必要はないと思いますけども、やはりそれよりもまずこのしっかりと組織で守られている部分をどうやって崩すかということをもう一回ハーフタイムで整理させた方が僕はいいと思いますね。この個人技の高さ、それから相手の福岡の監督の松田監督から言わせると、うん、個人戦術の高さがある。そうですね、一人が動き出すとそれを感じて、はい、2人3人が一気に動き出す、そういう共通理解があるんだという話をしていました。まあ、ボールを持っている時も持っていない時も非常に質は高いですから、はい、それを、まあ、チームとしてどう活かせるかということだと思うんですよ。そこら辺は当然福岡の松田監督も分かってますから、しっかり集中した中で早く組織を作って抑えている状況がずっと続いていると思いますね、はい。ここまできっちりと守っている福岡、そして得点のチャンス、決定的なチャンスも 2回ほど作っています。まあ、特に今日福岡の方は外国人選手が2人出れないということを、はい、まあ、それをうまく利用するとすれば、やはりディフェンスの意識ですね、しっかりと組織を作る、またお互いの意思疎通、こういうところでも日本人同士とかうまくできますから、それをうまく利用している部分もありますね。まあ、それと福岡の場合は左サイドバックのアレックスが非常に攻撃的の起点にはなっていたんですが、その分ディフェンスのところでですね、そこを突かれるということも多かったので、そうですね、まあ、レッズのサントスの裏のスペースのところに田中が入るというゲームプランを当然作ってきていると思いますので、はい、こちらの攻防が多いですよね。0対0で間もなく前半40分になろうという博多の森です。鈴木啓太が上がってきました。しかしここにもちゃんとディフェンスがいる。さあ、スピードのある田中、左のスペースを使う。林とトゥーリオ、おお、ボールは残っている。この、うん、ワシントン、ワシントン行く、ワシントン一人で行く、倒れた。やっとカードが出そうです。長野に対するカード。今日センターバックに入りました長野。いやー、しかしワシントンは非常に強引ですけれどもそうですね、
まあ、彼非常に大きな選手なのでスピードがないと思われがちなんですけども、実はボール持った時のスピードっていうのはあるんですよ、はい、ボールのない時はそんな速くないんですけども、ドリブルでこうして仕掛けた時のスピードを持ってますから、ちょっとそのディフェンダーの選手のイメージとは違ったと思いますね。でこれでストッパーの選手2人イエローカードもらいましたね、はい、そういうことですね。ですから、まあ、これからちょっとこうした対応ができにくくなりますから。しかもこの位置でのフリーキックです。ワシントンがいます。名古屋戦でもこのワシントンが狙っていくシーンもありました。そしてポンテがいて、小野は壁の中です。左足サントス、このワシントンの後ろにポンテがいます。サントスが狙っていく。いやー、今素晴らしい反応をした水谷そうですね、かなり水谷読んでましたね、予測してましたね。ショートコーナーです。ショートコーナーですでに試合が始まっています。ポンテが入れてくれ、小野ダイレクトで行こうとしましたが、裏ボールのスローイン、決定的なフリーキックの後、あー通りません。この前半の頭ではこのポンテあるいはワシントンとのコンビネーションというのが見られたんですが、中盤からなかなかこう画面にも姿がなくなってきましたね。そうですね、ちょっと福岡のディフェンスラインとミドルのラインが狭くして、はい、コンパクトにまとまってディフェンスしてるんで、ボールのもらいどがないんですよね。今競っている小野、いやしかしパチッとトラップを止めます。そうですね、ただやはり囲まれてしまいますよね。向こうサイドで宮本は倒れていますが、レッツ始めます。サントス、ワシントン、フォローがない、4人が行く。素晴らしいですね。あファールです。まあ、ファール取られましたけども、その相手の状況、ボールもらった選手の状況にこう悪ければ考えてこう奪いに行く、はい、それも2人だけではなくて3人4人と行く姿勢、非常にここまでそのチームのボールを奪う姿勢というのが見られますよね。あっという間に囲まれましたワシントン。さあこのタイミングでのフリーキック、向こうサイドに堀之内の姿が見えます。トゥーリオもいます。ポンテも正確なキックを持っています。サントスが合わせてくれ、ミサに出る、リターンキャッチ。ちょっと今ポンテとサントスの意思の疎通がうまくいっていませんでした、うん。まあ、ちょっとさっきのスローインのシーンもあったんですけども、はい、ちょっとお互いのズレが生じていると。でこれはまあ思い通りにゲームがいってないとちょっとずつこうズレが生じることがあるんですけども、まさに今そういう状況ですよね。あっと足がかかりました。浦和としては前半は押し込んで、うん、前半の序盤に押し込んではいましたけれども、まあ、ただその失点しているわけでもないので、そんなに焦る必要はないと思うんですよ。繋いだ林に入る。ここから浦和の速い切り替えが始まるか。トゥーリオ上がってくる。小野です。サントスを使う。トゥーリオ倒れています。サントスは、まあ、ゴール前に3人いる。ワシントンに通らない。フォーカーうまくここはボールを奪いました。トゥーリオ立ち上がっています。そうですね、今トゥーリオが上がって、しかも倒れてましたから、はい、そこをしっかり鈴木が見ましたね。いわゆるチームにおけるそのバランスを取る役目というのをしっかり果たしていると思います。まもなく前半45分、0対0のまま進んでいます。博多の森、小野がもらいに来る。叩いて自分がスペースに行く。サントス、小野が開く。サントスは小野を使う。サントスへ出す。サントスが抜ける。
ワシントンが動き出す。ニア、日本ポンテ、ポンテはシュートに、シュートに行けない。ロスタイムは1分です。コンテ、サントス、遠いサイドにワシントンがいる。近いサイドに長谷部がいる。長谷部が突っ込んでくる。福岡ここは全員で守ります。すでにロスタイムに入っています。ちょっとホベルトとコンテが絡み合っています。スローインはやり直し。前半の最後の大きなプレー、トゥーリを入れて、あっとここも意思の疎通が少しできていませんでした。さあコーナーキック、レッツはこれが6つ目のコーナーキックです。サントスとポンテ2人が行きました。でゴール前にはトゥーリオがいます。ワシントンもいます。ワシントンが中に入ってくる。遠いサイドにトゥーリオ。今右のアウトサイドで処理したのはチュータンダでした。すでにロスタイムに入っています。ロスタイムの目安は1分。ここで前半が終わります。福岡対浦和、前半は0対0。超攻撃的な浦和に対して非常にこの福岡の守備の粘り、はいはい、そうですね、一つはまず中盤でボール中心の囲い込むディフェンスが非常に、走行してた、はい、そして、当然それを超えてもですね、最後のゴール前で体を張るディフェンス、最後まで諦めない、スライディングする、またキーパーが、ナイスセーブをする、はい、そうしたシーンがもう10種に見られましたね。なかなか攻撃、絡み合っている攻撃ができていない浦和です。放送席、福岡松田監督です。組織的な守りはしっかりできてたんじゃないでしょうか。まあそうですね、まあ、一番怖いのはやっぱり相手カウンターなんでね、我々の取られ方っていうのが今一番問題で、まあ、攻めた時にペナの終点まで行った時にクロスとかシュートでやっぱ自分ら仕事を終えないと、相手のカウントを食らうことになるんでね、そのあたりちょっと、まあしっかり、組織した時にはある程度守れていると思います、はい、ただ全般的にですね、ピッチもベンチもですね、そのサイドという意識が非常に見られたと思うんですけども、このあたりはどうでしたでしょうか。いやもう相手の 3-4-3、3-5-2 に対してはもうサイドが一番効くと思いますからね。それはもう少し効果的なサイドチェンジを使いながらね、やっていきたいと思います。ありがとうございました。効果的なサイドチェンジを使いながらという話がありましたが、今日はそういうふうに考えますと少しそのサイドチェンジという面では少なかったように感じられます。前半は博多の森、福岡と浦和の試合0対0で終わっています。今日は満員の博多の森です。それでまあ、松田監督の表情、それから言葉から見てもですね、前半はやれたぞっていう感じがあるんでしょうね。本当にゲームプラン通りに、相手の強いところを消して非常によく守れたと思いますね。で攻撃に転じた時にも特にサントスの裏のスペースのところを田中に走らせたり林に走らせたりして、それを起点にしてストッパーを1人おびき出して外にですね、そして中で勝負するという形できてましたね。守備攻撃両方とも、まあ、福岡がペースを握った前半と予想です。博多の森競技場、福岡と博多の試合は0対0で前半を終わっています。それではこの後は BS ニュースをお伝えします。昨日行われました7試合の J1 のゴール集をご覧いただきました。第7節の最後の試合、アビスパ福岡と浦和レッズのこのゲームの前半のデータをご覧いただいています。まあ、シュート数で言いますと浦和の方が圧倒して、コーナーキック、フリーキックの数でも圧倒していますが、しかし流れとしては、それまでさん
福岡の流れで、はい、そうですね、まあ、あの戦前の予想通りこういう数字はまあ考えられる部分だと思うんですけども、やっぱり最後のシーンで福岡の方がよく守っていると思いますね、はい、でそういう意味では、まあ、ゲームプラン通りにここまで進んでいるかなという感じはします。今日は小野伸二選手に一つカメラを置きまして、はい、ずっと追いかけるということでご覧いただいているんですけれども、小野選手の動きちょっと振り返っていきたいと思います。いくつかまずその活躍したシーンをご覧いただいていますが、これはあの前半2分のポンテとのマンツーマンのシーン、ワンツーのシーンです。それはさ、この辺の動きですよね、はい、小野の動きというのは。そうですね、やはり中盤でボール触って展開する力は当然あるわけです、はい、もうこれは今までの小野伸二としてはもう当然なんですよね。でもう一つ殻を破ってもらいたい、それは今みたいにゴールに直結するこうしたシーンを多く増やしてほしいってことですね。放送席、浦和ブッフ原監督です。後半に向けて選手たちに一番強調したことはどういうことですか？サフトゥーデンスデンツワイテンハルツサイトデンスピーラン。Ja, wir bemühen uns unheimlich. Wir spielen auch teilweise gut, aber teilweise machen wir zu viele Fehlpässe, zu viele Fehler und die müssen wir abstellen. Wir müssen zügiger aufs gegnerische Tor kommen und das Tor, den Abschluss besser suchen und noch mehr suchen.まあ、あのいい形で入ってるんですけども、ミスが多いので、まあ、そのミスをなくすということ、それからもっと、ね、あのシュートを多く打って積極的な姿勢を出そうということを言いました。ありがとうございました。ブッフバルト監督の話を聞きました。まもなく後半が始まります。今後半がキックオフされました。右から左に青いユニフォーム福岡、そして左から右に赤いユニフォームの浦和レッズです。それさ、先ほど小野の話が少し中途半端に終わってしまったんですが、はい、まああいったゴール前でのスペースを作る動きであったり、ゴールを呼び込むような動きであったり、うん、そうですね、まあ、あの先ほど3つのシーン、あ4つのシーンの中に1つだけ、はい、そのワシントンのシュートを打つ時に小野がそのワシントンを飛び越してペナルティエリアに入っていたシーンなんですけども、はい、やはり後ろだけもらうのではなくてそのトップの選手を超えていく、そうしたやはり動きというのが彼にはやっぱり求められている部分もこのチームではありますので、やはりそういうところもぜひともたくさん見せてもらいたいですね。特にこういう試合展開の中でそういった動きというのは重要になりそうですね。もちろんそうですね、ボールのホルダー、ボールの持っている選手を飛び越すということはボールの持っている選手に対するプレッシャーが当然少なくなるわけですから、はい、まあ、小野選手といいますとどうしてもそのキラーパスのイメージ、はい、非常にファンタジスタ的なイメージがあるわけなんですが、はい、まあ、もう彼はそういうことできるのはもうみんな周りの人もみんな知ってるわけですから、殻を破るためにはそれにプラスアルファをやはり目標設定してやることが彼のそのプレーの幅を広げることになると思いますね。小野自身、まあ、自身3回目となるワールドカップに向けて非常にモチベーションが高いという話をしています。あ、コーナーキックになります。後半1分を回ったところです。小野がニアサイドに寄ってくる。ポンテが小野の動きを見てからすぐさまこのボールを蹴っていきました。ちょっと今小野フリーでしたからね。長谷部からポンテ、アレックス中にサントス中に入ってくる。ゴールキックに変わります。まあ、今小野フリーでしたねっていうことを言ったんですけども、はい、大体小野っていうのはそういうコーナーキックでもこぼれ球にいるタイプなんですよね、それが今僕の言ったのか通じたのか、あのスッてニアサイド入りましたよね、はい、でこういうやはり意外性なプレー、特にゴールに向かっていく意外性なプレーっていうのはやはりボールのない時にですね、もっともっとトライしてもらいたいなと思いますね。まあ、本人もそれまでこう足が止まっていたところがあったんだけれども、少しペナルティに近いところでもっとプレーしたいんだという話も最近はしています。まあ、残念ながらそうして入っていって点を取れたシーンってあまりないんですけども、はい、ただ続けることは絶対必要だと思います。ワシントンがセリフ、あっと非常に激しい当たり合いです。長谷部に入って小野は下がってポンテ、長谷部、長谷部が前を向いて左サイドを使って流れ、ワシントンが押せようとしましたが、クリアが今
ゴールネットの上に当たりました、まあ、ハーフタイムに松田監督が触れてたのはこういうこと言ってるんですよね、はい、今中村北斗から真ん中へ出したボールが奪われて、そしてこうしてピンチを招いてしまったと。でみんな体重がもうさあ攻撃だっていう時に奪われてしまうと、その後の対応ってのは非常に苦労するわけですよ。さあコーナーキック、これが8つ目のコーナーキック。セカンドボールを拾います。汗で宮で合わせてくれ。山田が今すらしました。ラーボール、ポンテ、ファールがありました。ラーボールのフリーキックです。ポンテがいてサントスがボールに来ます。非常にこの試合このフリーキックも多くなっています。ここまでは福岡が非常に集中した守りを見せています。ゴールの前に4人の選手が固まりました。浦和、堀之内が裏へ行ってやり直しです。今小野は一番向こう、画面の一番向こうがあります。中に入ってくる、リアで合わせる、長谷部、宮本が詰めていく、オベルト、コーナーキック、フリーキックが続きました。前半の5分まで福岡は前半とメンバー変わっていません。中盤でホベルト、そして高卒の2年目になりますジョーゴが効いています。ワントップに林、そのすぐ下に工藤です。浦和のチャンス、小野が上がってきますが、小野はこう中に入ってきてボールを欲しがっていました。このあたりのプレッシャーも少し早くきつくなってきました浦和です。対する浦和の後半のメンバー、両チームとも後半頭に交代はありません。矢蓋、田中、矢蓋通らない。松田監督は前半終了してすぐに言ったのは、シュートで終わるような攻撃にしていかなければいけないんだという話をしていました。対するブフバルト監督は簡単なミスが多いという話もありましたが、まあ、今年の浦和はそのビルドアップ、後ろからの組み立てからしっかり点を取ることもできる、しかもカウンターで、早く攻撃することもできるという、はい、非常に攻撃のオプションが増えたと思うんですよ。でそうした中でやはりセットされている時には非常にいいディフェンスできる福岡ですけども、カウンターの時ですよね、はい、しっかり守れるかどうかというのは。長谷部、前で待って待って待って、そしてこの長谷部の前にスッとスペースが生まれますね。まあ、ただボールにしっかりプレッシャーいってますから、難しい体勢で結局シュート打ってる形になりましたよね、はい、サントス、長谷部、この長谷部が中盤の底の位置、そして小野が前に行く。小野がボールを受けて、ちょっと時間かかった。まあ、今取られましたけども、あっと悪くないことになりますね、はい、今は長谷部から小野へのパスでした。工藤が田中を使って、工藤が自分で前に行く、ゴール前には林がいる、少し遅れて矢蓋が上がっていく、その前に田中が入ってくる。鈴木啓太、その前に非常に強いディフェンスを見せました。中に林がいる、ニアで合わせる。いやー惜しかったですね。いいボールが入ってきましたし、林もいい動きをしたんですが、はい、まあ、その前中村北斗がやはりペナルティーエリアにボールの前に入ってきましたけども、やはり彼のその運動量ですね、後ろだけにいるのではなくタスと思ったら前に行く。9
90分間集中してその上下の上がり下がりができるようになってほしいという話を松田監督もその中村にしています。その中村からいいボール入ってくる。今少し前がかりになっています福岡です。ここで中村が入ってきて、まあ、ここ最近日本のサッカー界その徳永、アントラーズの内田、はい、徳永吉田ですね、はい、その右サイドのディフェンダーでいい選手がたくさん出てきているので、まあ、ぜひとも左サイドでももっともっとそういう形で出てきてもらえるといいですけどね。関澤さん、はい、浦和の小野がですね少し足を気にする素振りを見せています。あ、そうですね、今そのセンターサークルの一番左側あたりにいますが、あ、しかし前に少し足の痛みを気にしているような感じです。長谷部、小野とワシントンの前にいます。サントスから大きすぎます。先ほどこのプレーの前に少し接触がありました小野です。まあ、この試合でポンテと小野が後ろからのボールをもらって一発でターンしてっていうシーンが一つもないんですよ、ね、つまりそれだけ福岡の最終ラインとミドルフィルダーのラインが狭くてそこに入ったボールに対してプレッシャーに行ってる、またはそこにボール出させてない、はい、ということだと思いますね。逆に言うとその例えばポンテあるいは小野がですねいい形で前を向くために浦和はどんなことが必要ですか。まあ、簡単な話なんですけども一つは一山を越えてワシントンの胸元に入れるっていうことですね、はい、でそれをワシントンが一つ目または二つ目でしっかり落とすと必然的にこの二人が前向ける状況を作れますから、はい、まあ、そうした、ボールの入れ方も一つ考えてやる必要はあると思います。ワシントンに対しては千代丹田長野といったところが非常に激しくディフェンスに行っていますが先ほど矢蓋とトゥーリョーが激突しました。矢蓋はもう立ち上がっています。そしてトゥーリョーの治療に当たっているスタッフからも先ほど大きく丸円を描いて大丈夫だというような合図が出ています。頭と顔がぶつかったような形になりました。それと、まあ、先ほどからずっとお話がありますけれどもトゥーリョがなかなか今日は攻撃に参加してこない、はい、でトゥーリョが上がってくることによってこうリズムができているような部分がそうですね、まあ今までのゲームですと、まあ、トゥーリョが上がってきてで攻撃のオプションを増やすというのはあるんですけども林があんまり真ん中に行って動かない、はい、残っているものですから、やはりそれを例えば坪井に任せて自分が上がるというところまでまだ行ってない状況なわけですよね。サントスからポンテはオフサイドポジションにいました。オフサイドは取りません。ポンテに入る中村、福岡ボールのスローインです。ボールが出ています。0対0で後半、あ、矢蓋ピッチに戻っています。トゥーリョもすでにピッチに戻っています。ここにディフェンスに行くのが小野。関澤さん、はい、どうぞ。浦和はですね、内立てがエンゲルスコーチから呼ばれて指示を受けています。お、内立てですか。今のディフェンスのシーン、まあ、内立てはディフェンスもできますがその今シーズン小野に代わって入ることが多くなっています。山田が来た、いやいいディフェンス宮本、矢蓋からその宮本へ、あ、いいとこ取りましたね。前は林、力が入りませんでした。まあ、イメージとしては逆サイドのところにカーブをかけて狙いたかったと思うんですけども、いくつかこう大きなチャンスも生まれ始めています福岡ですが、まあ、今チャンス作りましたけども、はい、浦和は本来こうしたボールを入れてあそこのバイタルエリアですね、そこでこうターンして
チャンスを作りたいんですけども、はい、逆にその福岡の方にやられてる感じでしたよね今のシーンは。この宮本のスライディングから始まった攻撃でした。そうですね、いいディフェンスがいい攻撃を作るっていう話がありますけど、まさにそうしたシーンでしたね、はい、杉澤さん、やはり内立て小野に変わります。あ、内立てが準備して小野に変わります。小野は前線でボールを、まあ、スペースに走り込んでいるところ、届かない、コベルトから一気に前へ、まあ、これ拾えるんですよね今日は。工藤が上がる、今度はラバ、小野がスペースに走る、いや通りません、通りませんというよりも通しませんという感じです。田中がいて、ゴール前に2人の選手が上がってきた、近い方で工藤が欲しがる、林には、林のシュート、いいですね、はい、非常にシンプルなんですけども、はい、その相手の陣形が整う前に勝負を仕掛けますよね。さあ福岡としては貴重なセットプレーになります。堀松さんからのお話もありましたが、180センチを超える選手をたくさん抱えている福岡、ニアサイドに林、中へ中端だ、塩タンダとトゥーリオでした。去年は J2 で7ゴールを挙げています塩タンダ、強いですね、はい、お二人をなぎ倒すようなヘディングです、はい、まあ、福岡は昔から非常に大きな選手が揃ってましたので、やはり J1 に当然上がってくる時にもそうした強さ、高さ、これは武器になるでしょうね。さあそしてここで小野が変わります、内立てに変わります。内立てはそのままこうボランチの位置に入ってきました。この小野の今日のプレーですがいかがですか。そうですね、まあ、ちょっとうんっていう感じでしたね。なかなかそのボール触りたいところのタイミングでボールが来なかったりとか、はい、いい形でボールもらえなかったりとか、はい、多かったですよね。福岡チャンス、田中が行く、すごいぞ対応、この田中と坪井が再三その走り合いをしています。まあ、この田中20歳なんですけども、はい、もうボール持ったらもう勝負仕掛けるっていう気持ちがこっちにも伝ってくるぐらいその思いっきりの良さってなりますね。アビスパの大サポーターの前でのスローイン、中村北斗はロングスローがあります。林に合わせて、まあ、こういうこぼれ球ことごとくの後半ヒルになったんですよ。ここもキープする、大きく使う、林の後ろに田中が待っていました。ここも拾う、あのカウンターになるか、パスめ、ああ薮田が戻ってきています。ちょっと水谷水キック、さあ展開が速くなってきた、田中へ、田中は倒れますがファールはありません。まあ、あの前半から非常に、まあ、特に福岡の方なんですけども非常に飛ばしてきてるなっていう風に感じましたよね、はい、特にディフェンスにおいてもかなり向こうがボール持ってる時のその後ろからのディフェンスとかもやってましたから、はい、まあやはり残り15分ぐらいが一番そのきつい時間帯だと思うんですよ、はい、今17分ですね、はい、浦和も全員自陣に戻ってます。あ、ちょっと合わなかった。あ、でも最後まで粘っていきます。山田と矢蓋、今年30歳になる矢蓋、山田は30歳、かつて
95年のワールドユースで活躍した2人です。先ほどワシントンに収めてという話もありましたが、そのワシントンになかなか収まりません。 J1 は昨日7試合、今日2試合、この試合を残しまして全ての試合がすでに終わっています。新潟、大宮、千葉、川崎、FC 東京、ガンバ大阪、清水と勝っています。まあ、昨日ガンバ大阪と川崎が勝っていますので、今浦和レッズは暫定で3位になっています。この試合に勝てば再び首位に戻るというガンバ浦和レッズです。まあ、浦和の方は小野と打ち立て変えたわけですから、はい、まあ、長谷部をそのトップ下に置いて、打ち立てがバランチに入ったということですね。今ですからワシントンがいて、ポンテがいて、長谷部がいて、でサイドにサントス、左、右、山田、まあ、こういったメンバーが攻撃にこう参加してきています。関澤さん、はい、福岡も動きます。平島が呼ばれました。ディフェンスの平島です。まあ、先ほどの運動量の問題もありますが、あとまあそれぞれのセンターバックが1枚ずつイエローカードをもらっています。福岡、宮本、まあ、平島はサイドバックの選手ですから、はい、まあ、中村をちょっと変えるというのは考えにくいので、はい、宮本に変えるか、それともセンターのどちらかを変えて、宮本はセンターバックも経験があります。林と変えます。林に変えますか。まあ、単純に考えますと、そのセンターフォワードタイプの選手を外してしまうってことですよね。はい、他にちょっとセンターフォワードできるタイプの選手、今のピッチにいる選手はいませんから。何試合かこう矢蓋がそういった役割をこうした時もありました福岡ですが、これ林に変えて平島を入れて中村を一つ上げるんでしょうか。まあ、そのサイドからの攻撃っていうのを特に松田さん意識してましたから、はい、まあ、中村をより高い位置にしてサイドをよりこう活性化させるということは考えているのかもしれませんね。はい、さあ長谷部が来た。あっと、コントロールがコーナーキックです。緊迫した試合の中で後半20分、ボールにはポンテとそしてサントスが行きます。ゆっくりとトゥーリオが上がってきました。もうサントスに任せます。ワシントンのところ、やっと最後はホベルトついていました。いや、速くて鋭いボールでした。そうですね、チオタンダが基本的にはマンマークで、ホベルトがその前に立ってて、はい、壁になってるんですけども、ちょっとチオタンダの対応が遅れましたね。さあ、そしてここで福岡メンバー変わります。平島が入ります。福澤さん、林に代わって入って、はい、どうぞ。田中に対して、松田監督がですね、少し前に行けというようなジェスチャーを見せました。田中が前に行きました。そして平島がその田中のいたポジションに入っていきます。しかしこれスピードのある田中をワントップにするんでしょうか。はい、リスタート。山田が入れる。あー、サントスフリーだ。中村フットは少し遅れて対応。中で長谷部、まだあります。サントスがもらって、早いディフェンス、宮田、これが狙いですか。そうですね、まあ、今度はそのポストプレーを期待するよりもサイドのスペースに走って、足で稼ぐと、はい、足で攻撃を、
まく活性化させようということでしょうね。まあ、それと平島入れたのはやはりサントスのところをより早くプレッシャーに行きたいという部分もある程度あるのかなというふうに感じますね。はい、浦和は特にその後半15分過ぎぐらいからですね、失点が多くなってくるんですよね。だいたいこれぐらいの時間帯から少しこう足が止まってきてということが多くなる浦和です。まあ、当然疲労とともに集中もかけていきますし、はい、これだけ体力消耗していれば当然考えられますから、まあ、それはもうお互いのチームに言えることだと思うんですよ。そんな中でセットプレー、石角出して平島、合わない。ポンテのファールです。お互い一人ずつメンバーを変えました。浦和は小野に代わって内立を入れ、福岡は今日ワントップだった林に変えて平島を入れました。背の高い選手たちがファーサイドに3人4人と並んでいます。福岡コベルト合いません。しかし福岡ボール、前に出す田中から、ここはレッツ3人で囲む。ポンテスピード上げてワシントン、ああいい対応です。長短打、宮本、田中がもらいに来る。工藤へ、工藤を倒されるがファール大、変わった内立て、フラーボールのスローイン。浦和が少し陣地を挽回。ワシントン、ここもしっかりと対応しました。千代丹田、ワシントンに出すボールは多くなっているんですが、そこからなかなか展開ができませんね。はい、後半ほとんどその決定的なチャンス作れないですね、はい、浦和は。もちろんボールはしっかりと保持しているんですけども、まだその福岡のディフェンスが非常に集中した中でやってますので、なかなか穴ができないですよね。はい、サントスに対して中村北斗、あ、2人で挟み込み、サントスのファール。まあ、平島入れたのはこういうところでしょうね。そうですね、はい、今も少し距離があったんですが、中村が対応している間にすぐに平島が行きました。個人技で勝てないのであれば組織で勝つしかない、松田監督はそう話してこの浦和戦に臨みました。田中スピードあります。ボールは出ない。さあゴール前に3人いる。矢蓋は自ら行きました。まあ、こうした状態がずっと続くと精神状態が悪くなってくるのは浦和の方ですから、はい。まあ、松田監督はその0点で抑えて相手をじれさせて、うん、チャンスを作りたいという話もしていました。そうですね、後半の間もなく27分、ここまで相手をじれさせています。キーマンの小野はすでにピッチを去りました。その代わりに前のポジションに出てきた長谷部、ワシントンが前に行き山田が出てくる。ポンテから内田通らない。やめた。まあ、ただ浦和の方もそのサブのメンバー見てもそうなんですよね。エスクデロ、岡野、黒部とフォワードが、はい、前の方の選手たくさんいますから。しかも黒部も岡野も元日本代表、まあ、こういったこの切迫した場面で出てくることが多かった選手たちです。
エスクデロは17歳のまだ若い選手、逆に福岡としてはその攻撃的なオプションというのはなかなかありません。フォワードのアリビツぐらいです。塩田だから田中へ、工藤、田中、右サイドに平島が走り込んでくる。薮田が近づいて中を使う、上吾です。上吾が田中へ、宮本が上がってくる。右サイドで中村がフリーで待っている。もう一度田中、なかなかプレッシャーかけられません。この前半のような激しいプレッシャーがなかなかかけられなくなっています。浦和です。スッと入ってきた薮田、再び福岡、宮本が薮田へ出してゴール前にいる。平島、ふかしてしまいました。しかしこの平島が完全に踏んでいましたね、はい。チャンスでした福岡、まあ、難しい体勢でしたけども、そのハーフタイム松田監督が触れたようにシュートで終わるってことを実践してますから。逆に浦和は再三、先ほどから曽根さんからお話があるように決定的なチャンスが後半ほとんどありません。杉澤さん、はい、どうぞ。ウズバルト監督はもっと外を使えというようなジェスチャーを見せました。それからですね、かなりエキサイトした様子でですね、バーッと倒れました。イエローカード、鈴木に対するイエローカードです。どうぞ。失礼しました。かなりエキサイトした様子で第4審判にですね、何か話をしている様子も見られます。まあ、選手だけではなくベンチもじれるような展開です。そして今福岡のベンチ前に一人選手が呼ばれていますね。有光が工藤に代わって入ります。フォワードの有光が呼ばれています。福岡のフリーキック、薮田前に行った、シュート行った、少しミートしませんでした。後半30分を回りました。0対0。このあたりから曽根さん、福岡としては少しきつくなってくる時間帯。そうですね、当然あの主戦に回っている時間帯長かったですから、相手に合わせてどうしても走らなきゃいけないというのも踏まえるとですね、はい、疲労度は当然あの福岡の方があると思います。でそのタイミングで相手を入れてくる、はい、やはり真ん中のところでちょっと、まあ、ホベルトを含めて運動量落ちてましたから、はい、まあ、有光がそういうところを助けながらまた足を使って攻撃するというイメージで入ったと思いますね。これで有光が田中と並んでこう2トップを組むような形になりそうです。トップ下にいた工藤に代わって有光入ってきました。ここまで非常に集中したディフェンス、繋がりません。残り15分、山田から中に入ってくるワンポンテ、ワシントンの前でクリア。かなり疲れた表情になってきましたワシントン。まあロスタイムだいたい2分あるとして、あと15分ですね、はい、トゥーリオが少し上がりを見せましたが、有光いいボールが入ってくる、とここには追いつきませんでした平島。
まあ、当然攻撃はこうして福岡の単発になるかもしれませんけども、はい、その少ない人数でも走ってくる選手に対してしっかり合わせることが必要だと思うんですね。中途半端にいろいろ考えすぎてしまうと中盤でボールを奪われて、相手の主導権に握ってしまうことになりますから。コンテ行く、倒れる、あっと今プレーが笛が鳴った後にプレーしたということでコンテに対するイエローカード、コンテはこれが今シーズン2枚目のイエローカードです。いやかなりこの辺りも、うん、そうですね、先ほど鈴木啓太、そして今回のコンテと、やはりこのゲームがうまくいってないことを象徴しているようなカードですよね、はい、相手を0点で抑えてじれさせたい、そうすればうちにチャンスが生まれてくる、隙が出てくる、スペースも出てくる、そんな話を松田監督は試合昨日の練習の後にしていました。そしてフォワードの有光を入れて得点を狙います。福岡鈴木さん、レッツ動きます、岡野と黒部を入れます。あ、2人点に追われましたか。さあ福岡のチャンス、矢蓋が右で、矢蓋が左に入って田中が出てきて宮本が入れる、あっとプレーは合わない。あ、平島いいディフェンス、中に入れてくる、トゥーリオクリア。サントスがそういえばほとんどゴール前に姿を見せなくなってきています。福岡ボールのスローイン、ここまでまだ6試合勝ちがない福岡。有光前向いた、おーっと倒れた、コーナーキックです。この有光といいますと2年前の柏との入れ替え戦などで非常に活躍しました。まあ、こうした疲れた状況で足をこう動かして、はい、嫌なところに入ってくる有光みたいな存在というのはもうレズにとって本当に嫌でしょうね。ここまでなかなかチャンスがありませんでした有光。さあ大事なプレーですね、これ。今ピッチ上にサポートネットの上にボールが乗っているということで逆サイドのゴールですが、そのボールをどけるようないいという指示が出ていました。さあ大きなセットプレー、ファーサイドに千代丹田、中に入る、近いところで合わせてくる。さあ切り替え早い攻撃ができるか、レッツワシントン、サントスが中に入っていく、サントスへボールが出る、宮本クリア、まだあります。ああ、よく対応します。後半35分を回りました。杉澤さん、レッツですが、はい、岡野がポンテとかあります、それから黒部がワシントンとかあります。現在のその前の2人そのまま帰ってきますね。あー、倒された、トゥーリオのファールでフリーキック。そうですね、今有光の良さが出ましたね。まあ、選手もレッツを本当変えたいんですけども、先ほどもコーナーキックで今回もフリーキックなので、はい、準備してるんですけども、なかなか、入るタイミングがないですよね。さあコーナーキック、矢蓋もいる、コベルトがいる、平島も中に入っていった、ファーサイド、平島でした。いけるか、堀の内倒れます。さあここで岡野がゆっくりと今行きました。黒部も行きましたので、ここでメンバー変わるか、いや先にスタートさせた、トゥーリオ打ち立てから戻して有光がプレッシャーをかける。鈴木啓太右へ来て、初めが前が空いている、
千代丹田が前に立ちました。ここも長谷部取ってゴール前にマシンとオフサイドのフラッグが上がっています。いや最後まで本当に福岡の選手、はい、しっかりと体張って守ってますね。ワシントン一回こう逃げるような動きをした後、はい、まあ、このシーンもそうですし、その前のシュート、長谷部のシュートのシーンもそうですけども、はい、まあ、このゲームでユニフォームを汚しているのは間違いなく福岡の選手だと思いますね。さあここで岡野が入ります。岡野が入って今岡野は右のアウトサイドのようなところのポジションに入っています。山田をトップ下を入ったと思いますね。まあ、このゲームで、まあ、ブフバルト監督はアウェイですけども、はい、もう必ず勝ち点3っていうのがもうチームにとっての使命だという、まあ、メッセージが伝わってきますよね。そして黒部が入ってそのフォワードの位置に行きます。まあ、昨日の試合でガンバ大阪川崎は勝っていますから今勝ち点の上では逆転されています。暫定3位、勝てば再び1位です。浦和レッズ新しく入った黒部、黒部がワントップでその下に山田と長谷部がいるようなフォーメーションになっています。続けて上がってきた山田へ左でサントスが手を上げる。オフサイドフラッグが上がっています。まもなく後半40分です。まあ、結局浦和の方は、試合の開始当初よりですね、はい、前の3人で全部変わったような形になってしまう。そうですね、まあ、これがやはりこのゲームを象徴していると思います。まあ、逆にそういうチャンスをもらった選手ですね、特に黒部ですけども、はい、やはり値千金のゴールを上げてもらいたいですよね。福岡は途中からこの有光が入ってきました。今日中盤の底でホベルト、そして国見高校出身2年目のジョーゴ、まあ、ジョーゴは非常によく頑張ってますね。こう初出場ですとあのポジションだと非常に疲労もあるし、はい、まあ、緊張もあるからよく足がつったりするんですけども、そういう素振りも全くないですし、周りを声をかけ合いながら集中してやってると思いますよ。 J リーグ初先発です。さあヤブタチャンスだ。ヤブタ有光がスペースに走る。宮本がフォローしています。その宮本へ入れてきた田中祐介。ホベルトまだあります。長谷部と田中へのパスになった。有光、いや大きなピンチを迎えるところでした。レッツ長谷部のヘディングで戻したボールに田中が行って最後有光が詰めました。0対0。今1500人を超える人が入りました今日の博多の森。まあ、今日集まったその福岡のファンは非常にそのアビスパの戦いぶりに、まあ、満足って言い方変だと思いますけども、はい、よくやってるなというイメージは捉えてると思いますね。みんなね、やはりそういう気持ちの伝わるようなゲームしてますし、まあ、そうしたゲームをこれからもですね、ぜひとも続けてもらいたいと思いますね。矢部田にイエローカードが出ました。さあそしてセットプレーです。黒部はここにいます。その向こう側にトゥーリオ、黒部に対して千代丹田がついています。トゥーリオに対しては長野、その向こう側に堀之内、ファールがありました。まあ、今セットプレー、裏の方はあったんですけども、福岡の方は2人残してるんですね、前線にね、はい、だからもう福岡 もう完全にこのゲーム勝ち点1でいいっていうわけではなくて、今リズム的にはもう福岡ですから一つ取ってやろうという気持ちも伝わってきますね。まだ勝ち星のない福岡です。ホームでこの観衆の中
前節終了時には首位だった浦和レッズとのこの試合、田中、宮本が上がる、アリムス詰められない、浦和は前節0対0で無得点でしたが、その前の試合までは非常に攻撃力を見せていました。3試合連続で3得点以上上げていました。あ、トゥーリオ上がっています、トゥーリオ上がっています、ファールがありました、黒部のファールを取りました。まあセットプレーからの延長というのもあるかもしれませんけど、トゥーリオはもうあまり戻らずに残ってますね。ディフェンスラインに内立が入って、そうですね、坪井、内館、堀之内で今3バックを組んでいます。まあ当然長いボール入れてくるでしょうね。有光、スペースで欲しがる、平島が今スペースで欲しそうにしていましたが、宮本、田中に当てて有光、有光のファールです。もうトゥーリオは前線にいます。前線に黒部と2人でいます。そして岡野も上がり、長谷部も上がり、山田も向こうサイド上がっていきます。長いボールを入れてくる、黒部が競る、長谷部、長谷部に対して、あ、岡野が前にスペースがある、岡野が抜ける、ニアに合わせるか、あった、黒部が、あ、サントスのファールです。いや、黒部がもう少しニアであと一歩前に出ればというようなプレーでした。そうですね、岡野らしい突破から、まもなく後半もロスタイムに入ります。0対0、ロスタイムは3分あります。矢蓋の前に大きなスペースがある、矢蓋が取ってハンドアピールしましたが、ハンドありません。岡野、上部はついています。鈴木啓太、山田がもらいに来る、トゥーリオが前線で欲しがっています。短いパスをつなぐ、サントス、サントス、中村北斗が対応、抜いて、いや、最後中央端だでしょうか、よく触りました。岡野入れてきて、トゥーリオー、決まったー、後半のスタイル、トゥーリオ真っ赤に染まる浦和のゴールの前に駆け寄りました。ここまでしのぎにしのいできたアビスパ、この嬉しそうな表情も見えました。レッツがこじ開けました。いやまあ、トゥーリオ残したのがプラスに出ましたね。はい、いや、ほとんど同じこうスタンディング状態だったんですけど、今まであんまり勝てなかったんですよ。逆に言うとトゥーリオの方がここ一番で力発揮しましたね。1対0、